にちは、柴田です。今回はボスの DS1 をいろんなギターで鳴らしていきたいと思います。以前ブルースドライバーでやってる企画なんですけれども、今回リクエストがございまして、ボス DS1 でいろんなギターを鳴らしていきます。まあ、ぜひぜひですね、皆さんはどれがお好みだったかっていうのをね、お聞きしたいところではあるんですけれども、今うちにあるのがストラトレスポールテレキャスジャズマスムスタングレスポールスペシャルジャガー、そしてギブソンの SG ですね。まあ、主要どころのラインナップはね揃っているみたいな感じなんで、まあ、早速ですね鳴らしていきたいと思います。まあ、DS1 といえば僕としてはカート・コバーンがね一番印象が強いんですけれども、カートはねシングルコイルもハムもね両方とも使ってたんでね、どのギターで鳴らしてもかっこいいのがこの DS1 かなと。じゃあまずはねストラトから、オフはこんな感じです。ストラトらしさもねちゃんとありながらギャンとしている感じ。続いてレスポールでいきます。そのらしさはね失わずにそのまま DS1 の存在感が発揮されてるような感じで、やっぱシングルにもねハムにもね合いますよね。続いてはねテレいきますか。まあ、シングルとハム交互の方がね耳慣れがいいというか分かりやすいというか、ギャンとしててね、ちょっとズンズンはね少ないなっていう感じはしますけれども、テレキャスらしさも残ってていいっすね。では次ねスペシャルいきますかね。レスポールスペシャルです。おう、P90 にも合いますね。小気味良いというかギャンギャン系もありながらズンズン系もしっかりと残ってると、めちゃめちゃかっこいいですね。いいですね。次ジャズマスいきますかね。このジャズマスは先日ファンオジピックアップに交換しておりますので、キラッキラです。オン、そこにはジャズマスが残ってますよね。続いては SG いきますかね。ギブソン SG です。オン
にはこれがね一番ねハマるかな。意外なところでねミニハムのノリが一番いいんじゃないかっていう感じがするんですけど、まあその辺はね好みでしょうからね、ぜひ皆さんの好みもお聞かせいただきたいなと。ちょっとミニハムいいのはね意外でしたね。では次ジャガーいきましょう。これはねグランジらしくなるんでしょうね。オン。完全にギャンギャンギャン噛みつき系ですね。ギャッとバイト感だらけという風な感じでしょうか。ギブソン系がないので続けてムスタングです。いきます。弱々しい感じが。おう。スタングはねいいっす。まあ、意外っつってもねカートが使ってましたからね。まあ、カートはでもハムにしてたのかなというふうな感じでしたが、いかがでしたでしょうか。 DS1 はね一時期ね全然人気がなかったんですけれども、まあ人気再沸騰というところでね今またファンが増えてきている機種の一つだと思います。まあ、割とお安めにね購入することができるのでぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。